緑の T シャツ売り切れてた。あーね、みたいだね。いやありがたいです。睡眠時間、あ、いや全然足りてる、めちゃ元気。ほんのちょっぴりちょっとこう、ああちょっと疲れたなーみたいになるけど、体は元気だよ。気持ち的な問題ね。元気に見えない？あ、そう、でもそんなにめちゃ元気。 T シャツ床ね。いや私も結構気に入ってます、今回。いやどっちも欲しい、私も。でもね、あの欲しいんだけど、そう、あのお客様に回す分ってことで、そうちょっとね、なかなかまだ自分の手元には届いてないんですけれども、お、プレミアムチケットで緑の T シャツをゲットした。いいですね、ありがとう。これ、いや私書いたからちょっとくださいって言ってみようかな。私が書いたんやぞって。危険なことされた、危険なことって何？危険なこと？危険なことはされてないよ。ちょっと強気に言ってみようかな。私が書いたんで。言ってみようかな。おすすめは緑。どっちも好きなんだよな。どっちも好き。両方行っちゃおうかとか言って。あ、でも元のデザイン自分で持ってるから、全然自分が好きな色で組み合わせて勝手に好き勝手に作れるっちゃ作れるんだけどね。やっぱすごいなんかグッズがいいですよね、めちゃめちゃ。私今回の生写真、ブロマイドっていうんだよね、あれもすごい、とてもみんな可愛いし、自分も前のやつよりすごいビジュアルすごい好きだし、めっちゃ写り良かった。ね、めっちゃいい。前はあのなんかドールって感じでやってたんだけど、今回の方が私は好き。でもファンクラブ枠でも違うのもらえるしさ、なんかいろいろあるよね。なんかそういうグッズとかああいうものにすごい力っていうか、めちゃめちゃパンフレットのセンスとかもすっごいいいから、いやそこも好きポイントですね。ね、特典とかさすごいよね。で、いやパンフレットとかも本当に良きですね。私今回初めてあの公式の場でみたいな感じで、あの演出家さんとあの対談をさせてもらって、まあ、結構まあその1ページ見開き1ページに収めないといけないから、本当にすごい言葉とかも綺麗に、こういうやり取りとかも全部 大枠でこう綺麗にまとめられてたんだけど、本当はもっといろいろ話してて、なんか3分の1くらいに集約されたなって自分で読んでみて思ったんだけど、いやもっとなんかたくさんこう嬉しいことを言ってくださったりね、いやで録画してた、あの録画してただろうから、もう全部欲しいくらい、こうもっと頑張りたいなと思える言葉をいただけたりとか、自分もなんか伝えたいことをなんか伝えきれなかったな。そう
まあ、いつもこうなんかダメ出しの時とかそうじゃない時とかにいろいろアドバイスをいただいたり ご指導いただいたりしてはいるんですけれども、なんかちゃんとみんながこうみんなに目に見える形でああいう風にやっていただけたのは本当にいやーすごい嬉しいですね。私なんかあんなね、そんな、なんて言うのかな、あんなだったけど、なんかここまでこういうすごい人とこう対談をさせていただけるみたいな、そういうところまでなんか来れたっていうのがとっても嬉しかった。そう、今日もあなんか嬉しいなーって、あ頑張ってよかったなーみたいな感じにこう思えるようなことを言葉をかけてもらったので、上り詰めてはないですよ全然。本当にあなんかね、 AKB のライブとかでもさ、こうやってまあ、スタッフさんとかはなんか自分たちが在籍した後から入ってきてくれたスタッフさんとかが今は多いからさ、なかなかそうはいかないかもしれないけどさ、なんかもっとこういろいろライブとかさ、何でも何のお仕事でもいいからさね、終わった後にこうちゃんとフィードバックがあるような、きっとそういうのはさそのメンバーそれぞれでさ SNS でこう、私の場合だったらみんながこうなんか言ってくれたりしてるから嬉しいなとか、そういうのがね、そういう関係性でなんかどんどんみんないろいろおのおので関係ができていったりさ、だからきっとファンの人のことをファンのみんなをね好きになったりするんだと思うけど、なんかねきっとそういうのはそれぞれの陣営であると思うけど、なんかそういうのスタッフさんとかさ、まあ今はねなんか昔からこういてくれたっていう人がちょっと今ねなかなか減ってしまってるので難しいけど、なんかねだから先輩とかがやっぱこういうのちゃんと言ってあげたりと、だからなんかだからね自分のファンの人にとか自分のファンを増やしたいとかそういうことだけじゃなくて、やっぱ先輩に当たるみたいな、いや私もあのもうどんどんそういう立場になってきてるけど、なんかね、なんでマスクしてるの、いろいろ保険と言いますか全然今喉の調子全然悪いとかじゃないんだけど、ちょっとできることを今してるっていうか、喉をあの なんて言うんですか悪くしないっていうか、なるべくこう明日もあの舞台があるので、私ちょっとね今ねあのなんて言うんですかね、あの見せると心配に声かけるものが隠しているんですよ。心配には及びません。いやー激しいですねやっぱりあの激しいんですよやっぱりこのねネオンキッズ私は怪獣さんはね、まああのバージョンにはよると思うんですけれど、激しめ舞台いや今日そうね、お料理選抜のカフェもたくさんパフェ食べてくれたみたいな報告をしてもらって本当にありがたいでございますね。なんか今までこういう系のイベントってさ途中の結果があったりするから、こうあー今ここのあれなんだみたいな感じでさこうね、それで燃え上がったりとかするけど、一切なくてそれで一気に最終のあれになるわけでしょ。
わかんないよね、全然。みんなの血糖値が。お野菜も食べてね。本当にね、ありがとう。あ、本当？デザート部かなり逃げだしね。あ、まあね、甘々じゃないっていうか、なんね、デザートしてないからさ、ね、お芋が結構食べやすさあるよね、あれはね。一番分かった。食べてくれたんだね、ありがとう。おなんか食べる順番もあれだったわね、いろいろね。いやー、ありがとう、本当に。お分かりにくかった。そっかそっか、池袋でしょ。私池袋最近ちょっとある用事があって行ったりしたんだけど、本当に分かんないね、難しい。で、渋谷はね、結構、あ、でも工事してるところは相変わらず分かんないんだけど、あの光栄とか、あの銀座線とか、あの辺のやつはちょっと分かってきて、新宿は相変わらず難しい。そこと池袋って本当にさ、意味分かんないよね、めっちゃ難しい。私あんまりこう、やっぱりいろんな人にね、道を聞かれてるから、駅員さんもすごいなんか、あー、またかーって感じの、なんか聞いてみたりすると、あー、この質問きっと私以外にもたくさんの方にされてるからイライラしちゃったかなって、ごめんなさいって感じ。わかんないな。でもなんか新しくなったところもあるからさ、新宿ね、でもみんなずっと工事してるなっていう印象。まあそんな行かないからね、あれなんだけど。渋谷の隣でイベントした、あー、あのフロアね、そうそうそう、やった。マルキューでも一回ユニドナで行ったけどね。なんかもうやだ、渋谷。いや好きだし、なんか憧れの街って感じなんだけど、もうなんか譲ってくれなくてやだ、交差点とか。行きたいのにさ、なんか、いやこの動線、いや俺が通るみたいな、そういう強いこう信念を感じます、いろんな大勢の人から。それがムカつく。譲り合いじゃんって、こういうのって。私2人組とか3人組とかも絶対さ、こう言ってもさ、開けようとしない、私らが通んのよみたいな、なんか客をとても感じます。いいじゃん、そう一瞬こうなるくらいいいじゃない。3人開けてくれないからさ、こういう生き方してた、まっすぐ行けばすぐ着くのにさ、いろんな人がこうやって行くのがすごい、なんかもう右往左往して、なんかめっちゃ時間かかるじゃんみたいな。やだ、嫌い、あそこ。あ、でも今日あれか、土日とかだったから人が多かったのか。もうやだ。
んか知らない抜け道抜け道知らない？もう嫌なんだけどねえ、そうこの間地元帰った時さ、あのまあそんなあのみんなが想像してるような田んぼとかじゃないですよ私の地元。まあでもやっぱり人がまあ帰ったのが真夜中とかだったから、まあ人がまあ出歩いてなかったから、なんかそれとの差がもうすごくて、うん、譲り合いの精神どこ行ったんだ全く。人気のない道危ないよ。確かにそうだよね、なんか怪しい感じ出てるもんねっていうかさ、襲撃の前私の大好きなお店いっぱいありすぎてさ困る。なんかロッテリアもあった、無理、行きたいめっちゃ行きたい。いいな、私もサッカーみんなと同じ時間で見たい。朝のニュースとか LINE ニュースとかなんかダイジェストみたいなので見てたりするんですよね。この話何回すんだよってね。ね、どこ勝つかな。ああそうなんだ、へえ、ここで知ることが。あと4試合、でも見れないな、リアルタイムで見たいじゃないやっぱね。うん、あお腹空いた。うん、ああかぼちゃ置いてきちゃった。あでも今日まだ明日のね鶏肉が残ってるからつけといたやつ、明日の朝ごはん。明日は夜にボードだっけ、ボードどっちバージョン、ボードだよね、ボード夜1公演あって、でもその前にお仕事があるのでそれ行って、うん、いいお弁当あるかな。そうなので、明日は衣装が楽しみですね。忙しいですね。まあでも今だけだと思う、本番期間とか。まあいつもそうだし、鶏肉は疲労回復に。おおいいね、かぼちゃもいいんでしょと思って。あトマトもあるしブロッコリーもあるし、ほらすごいなんかいい感じの食材たち。まあ終わっちゃうのも寂しいけど、でも終わった後きっとあの自分の時間きっと取れるだろうから、寂しいもあるし、終わるの終わってその自分の時間が確保できるっていうのも楽しみだったりする。泣く？あ、終わった後にってこと？どうだろうね。どうかなうーん、まだわかんないな。
いい意味でとても今はカラッとしてますね。私またいつかきっと会える、会えそうみたいな。年末年始の仕事、わからない。今把握してるのは一個ポンっていうのがあるのと、あと稽古が、次の剥がれのあれがいつから始まるかみたいなことがは分かってるけど、あとはねまだ知ってるの少ないから、まだ急に入るかもね。キャー、でもみふわとご飯食べたいですね。あ、また意地悪なコメントしてくる。テレビ関係かな。あー、そのね、年始はじゃないけど、あ、でもね、もうちょっとで一つこう番組に出させていただく、なんか告知ができそうです。お楽しみに。一つこの間収録してきました。おいつ頃、え、あとほんともうちょっとって聞いた気がする。舞台の共演者と仲良くなれた。前一緒だったあの方とは、まあ、やっぱり もともと仲も良かったし話せることもあったけど、でもなんか今回から初めて一緒にさせていただく方とはなんかまだ私がなんかちゃんと話しかけに行けてないなって感じが。いやもうなんかもうなんか仲がそうできちゃってるから、私もやっぱりちょっと本番前集中しようっていう時間を作らなきゃと思ってたりすると、あのそうですね、そうですね、あのカタカタですね。人見知りじゃない別に。あのね、人見知りじゃないの本当に。そのエネルギーが出ない、出てこないだけで。いやだからなんかもう本当なんか別にそんな、なんていうのかな、そんなはっきりこう別にあんたが座長だよとか言われたわけじゃないけど、でもなんかそういう立ち位置の人っぽいことなんかできてないなと思って、あーってなってます。人見知りじゃないんだって。全然いける、話しかけられるんだけど、多分ちょっと違うことに時間をこう使いたくて、なかなかそう集中してるの。そうなの、私が使えるエネルギーってほんとこんぐらい、もうこんぐらいしかないから、もうそれをあの全部あの頑張る方に、ステージ上の方にあの全振りしてしまってて、なかなかこっちがですね、はい、なかなかまだそういったところはまだちょっとあまり成長できてませんね。反省してます。いやでもそっちの方で私は引っ張っていこうかなとか、ね、言っちゃってんのって。こいつ酔っちゃってるって思われそう。酔ってない、酔ってない。あーやだな、なんかこいつって思われて書かれるんだろうな。まあいいや。そうだよ、人見知りだったらお話し会でみんなと話せないからね。外部の舞台大変で、いや外部も内部もどっちも大変ですよ。
た楽屋の端っこに、まあ、確かに端っこっちゃ端っこですけど。でもね、でもやっぱりあのやっぱり一瞬でもちょっとでもあのやっぱね一回集中しようって思って、そうあのね一人になれるところがないんですよ、あの場所的に。だからあの廊下とかでなんかよし集中タイムやってやってこううんーってやってたりするとすごいまたそうやって一人に一人の時間になって閉じこもってってすごい言われちゃいます。いや別にそんなあの暗くなってるわけじゃないんですけどね。そう、めいそう。あれ？雨降ってる？車が走ってる音が雨っぽい感じ。あ、降ってるんだ。あっぷな、ギリギリ傘持っててなかった、ニュース見てなかった今日。あっ、ネックレス楽屋に置いてきちゃった、今気づいた。雪の日好き、大好き、雪大好き、降ってほしい、もはもはしたい。いや本当に私もうねマジで本格的な鎌倉を自分の手で作りたい。大好き雪、あの本当にもううわって、もう何メートルもみたい。ごめんねちょっとこれはもうもう地域によってはふざけんなお前って思うかもしれないけど、ごめんあのちょっとあのごめんね、その苦労知らずにこんな楽しいものとか言っちゃって。でもごめん、どうしてもやっぱり雪には憧れがある。私はごめん本当に申し訳ない。いやもうそのこうやってスッてってブロックで一個一個作ってってそう積み立てていって、で間をポンポンって埋めて、もうね本当に憧れなの、やりたくてしょうがない。そういう世界に行ったことがないの私。ごめんごめん、もうこれは全力で謝る、ごめんね本当に。でも私も負けない、その気も周りに負けないぐらい憧れがある。いいよね雪ね。いや降らないとかじゃないけど、なんだやばい、いや雪で大変な思いをしてる人がいるから。あんたには来たよ、あ私の気持ち伝わった気持ちが伝わったっぽい。おもちゃも作りたい、あ、ほんと仲間じゃん、やろうよおもちゃなんかで言ってた。いやもう茨城なんて、私が住んでるところなんて雪がちょっと降っただけでもうすぐ学校あの遅れて登校になりますから。いや先生たちがあの学校に来るのにちょっと遅くなるみたいな、その中途半端なつもりだとやっぱ車運転するの危ないから、そういうので先生が遅れたりとか、だから午後から始まったり授業の一部が雪遊びの時間になったりする。いいでしょ、
私遅刻してもすいません雪がって言って嘘ついて友達と遊びながら行ってた。行けんだろって、そんな嘘バレバレだったと思うけど、それも通じる一日だったから雪が降ると。だから私は雪はもう楽しいっていう認識なんですよ。それ私はちょっと、え、どれ？雪を理由に遅刻、わざと遅刻していくやつ？いや上がるよね雪って。会社でそれやったわみんなあるそう、あの遅刻をしても遅刻扱いにならないの。それはそれが良かった。私皆勤賞だったからね、表彰された気がする確か。でも8に入って、そのどうしても抜けなきゃいけないみたいなので初めて休んだってぐらい。それ使って皆勤、確かにそれやっちゃったから確かに。あ、でも皆勤賞ってでもね、あのみんなが思ってるやりでちゃんとあの遅刻とかは大丈夫。でもそんなに遅刻したことないけど、学校にちゃんと行って、そう、その出席を取ればもうなんかカウントされるから。学校好きだったんだね。うん、行きたくない日もあったけど、休むっていう発想があんまり自分の中で生まれなかったかも。いや本当なんかもうバチバチに友達と喧嘩したりとか怒らせちゃって気まずくなったりとか、いやそういうのも日常茶飯事で本当にあれだったけど、いや本当に、いや母のおかげだと思いますこれは。小学生の頃とかはあんまりちょっといい、低学年の時とかあんまいい思い出ないんだけど、なんか行きたくないなって言ってもなんか絶対に途中で帰ってきてもいいからまず行ってみなって母が言ってくれて泣きながら投稿した日もあったけど、許してくれなかった休むっていうこと、そういう理由で。あ、その風邪とかひいたり体調が悪かったりとかするとまた話は別だけど、そういうなんか行きたくないなみたいなので行かないっていうのは許さなかったっていうか、強くこう言ってくれたから行ってみなって、そしてダメだったら帰ってきてもいいからって言って、それでやっぱ行ってみたら意外とみんなあったかかったとかそれで救われて結局最後まで授業受けて帰ってって。そうだからそういうちいちゃい時にそういうのでこうあの時だから耐えてよかったなと思った。2年生の時だったかな、小学。いやほんとやんちゃだったの私、すごい。やっぱサッカー少年団入ってたりしてたから、女の子全然いない中で 4,5 人ぐらいだったかな言ったの。だからそういう男の子とこう一緒にいる時間がすごい多くて、休み時間の時に男の子に木の棒を投げちゃって目の近くになったって怪我させちゃって、そしたら休み明けの授業の時にそうん、すっごいその子仲良かったのにそれすっごい泣いちゃってすごい怒っちゃって、で先生からも、もう今多分そういうことあんましないと思うけど今の時代、授業中さ一つの授業潰れて私みんなの前でバッチバチに怒鳴られてみんなはなんか自習の時間教室の中で、私とその男の子だけそのなんか教卓の前みたいなところでなんか私めっちゃ怒られてみんな自習してる中ですごい号泣しながらその説教を受けて、でそういうのを他のクラスの子とか、まあ、サッカーやってたから
上級生の子とかに知り合いとかもあったからいたから、そう今そういうのあんまりないと思うけどさ、私がやっぱ小学生の時とかって普通にやっぱりまだそういうのがちょっと残ってた時だったからそうだからみんなそういうの知られてたらどうしようって、次の日学校行ったらみんなになんて言われるかな、どう思われるかなって気まずさが、今のとさ感じ方違うじゃん、やっぱ小学2年生の時なんて。だから本当に学校行きたくなくて、あーやだやだやだって、なんで気投げたの、別に喧嘩してたじゃないの、こう2人でこうじゃれ合ってじゃないけど遊んでた時にポーンって、すっごい楽しい時間だったの。でもなんか当たったらすぐなんか泣いちゃって怒っちゃって、いやもうだからもう低学年のうちにそういう経験したから強い。人に怒られるの平気って言ったら怒られるかもしれないけど、そう体勢ありますね、すごく。その頃からりんちゃんの中に怪獣が、私の中に怪獣がやめて、そういうのじゃないんで、あのもっと深い悲しみだとか怒りだとかが、全然あの木の棒投げたみたいな、全然レベルが違うんですよ、怪獣の。もっと深い苦しみを抱えてるんですよ、私がやってるのは。あのダメだよ、舞台期間中寝たいんですよの、よくないよそういうの。明日もあるんでそっか、私その頃から怪獣がいたから、なるほどね、2年生の時から伏線張ってたわけね。いい歴史だ長い歴史だいじってる、いじんないで頑張ってんだからフ10年後に伏線回収というね、怪獣ちょっとやめてくんない、私の怪獣バカにすんなよかっこいいですよドラム、トラブキコールキの、だからつなげないでかっこいいよねドラム、いい、まあでもちょっと語りたいこともあるのですが、でもあの全てが終わった後にいろいろね話します。振り返りはまた後ほど。ビス顔でドラム、そしてマスクで見えないけどビス顔習得したから、私やはりオフショット早く載せたいめっちゃいい感じだった、私ビスになってた、ビスに乗ってる人になってたよ、私早く見せたい、みんなに。かわいいお衣装だった、え褒められたんだって聞いてよ、すごい、いやいい表情がいいですって言われたの、これ本当の話、本当言ってもらえたの、いやさすが普段から見てるだけあるわってフ
じゃあビスの話、ビスの話まあでもそういう作戦なんでしょうね、きっと。あのそう言ってこう上げてくださったんですよ、きっと気持ちを。そう、明日からなんですよね。多分とても効率のいい配信はできないんですよ。もう最終の枠も多分私ステージに立ってる時なので、いやだからもうできる時にやって、やらないは違いますからね。だからってやらないは違うと思うし、みんながあの、まあ、その無駄にはなってないのよ。まずもうそうやって撮影もさせていただけたから、うん、なんかでもできる時に、だからそう時間とかも全く読めないんだけど、もう基本的にゲリラにはなってしまうと思うんですけれど、でもこうやってせっかくね舞台期間中だから、まあ、内容とかこうだこれはこれでみたいな話はもちろんできないんだけど、でもなんかできる時にやってみんなとおしゃべりできる場を作りたいなと思ってます。おしゃべりって私が一方的に話してるだけなんだけどね。うん、いやほんとだからみんなにビスに乗るっていう夢はもうすでに叶えてもらっているので、もしチャンスがつかめそうなあれがあるのならまだ諦めずにやってみたいと思います。じゃあ寝る。ありがぴん。いや今日もあの2回公演来てくださった方ありがとうございます。内容が内容ですからね、まあ、あの楽しかったってはちょっと聞きにくいっすねいやなんか皆さんの心の中に何かが残ってくれたらいいなって感じです。私もすごいいろいろ学びのある場で、とてもはいあざーすって感じです。あさちょっと今語るに語れないからね、なかなかね、はい、平日とかも、もう全公演ほんと当日券は全公演用意しているので、ぜひぜひ遊びに来てください。うん。あんじゃーん。明日だ。おー、明日来てくれるの。嬉しい。ありがとう。明日は暴動でーす。あさって？あさってあったっけ？あれ、あさってってあれじゃない？休園日じゃなかったっけ？まあ、あさってあるっけ？あら、そうなんだ、そうだっけか。あ、そうか、明日、あ、そうだね。13、あ、そうか、2回公演あるか。そうだ、そうだ。その次か、休みは。明日仕事嫌だな。頑張って！頑張れ！応援してるよ。私も明日、バチバチに忙しい。頑張ろうね。じゃあね。皆さんも仕事頑張って。あれね、休んで、何、会場見に来てくれるのも嬉しい。休んじゃえ今仕事嫌だって言ったよね。休んじゃえ、休んで見に来よなんちゃってー。おやすみ。バイバーイ。寝まーす。切るやーん。